トムルトンでーす。今回はアザミを2枚つなげると最強のワンウェイが作れるということについてやっていきたいと思います。あれ、お前もしかしてその技前回やってた味方の技丸パクリしてないか？はい、丸パクリしてきました。もうプライドとか全然ないっす。え、なんすかゼータって、なんすか元プロゲーマーって。いや知らないっす。はい、あのね、パクってきましたね。あ、ちなみに俺のオリジナリティあるワンウェイこれ見てって、これアザミ1枚だけ使うやつ。これ向こうから一方的に打ち返せる最強のアザミだから、これ真似した方がいい。お前そんな人の技パクってプライドねえのかよ、出せよメルトン。思ってる人、そんな思考だとずっとザコのままですよ。やっぱ本当に強いやつってもうマジで強いやつの技をモノマネしてくるの、どんどん。これアザミのね、この円の縁にねクナイをぶん投げるんですよ。ここ、これ投げるとずっと足元打ち続けることができるんですよ。やっぱほら、こうやってモノマネして強くなってくるんですよ人って。え、いつまでもね、元プロゲーマーがゼータディビジョン、この僕がこんな技やんなくても勝てよ。やってる場合じゃないんですよ。あのね、そのプライド高かったらね一生強くなりませんよ。みんなはきっとね、あのちょっとねゲーム上手い人とかね多分イキリ散らしてると思うんだけど、いやもう俺こんなの真似しなくてもやれるし、いや僕のが強かった、やってると思うけど、よくないよそれ。いや僕こんなこんな技やんなくても、いや味方より僕のが強いからなってるだろ絶対。いやそれね、なんかこうきっしょいねプライドね捨ててね、ちゃんとね強い味方の技はねモノマネするべき。人から吸収していくもんなの、わかるかい。人から技は吸収するもの。ホップで弾丸を吸収したくない。ちょっと待って、それは死んじゃう。あっ、グダン。お前なんかこいつめっちゃフェイントしてくる。なんか盾外そう、外すよ外すよーってやってくる。もうこいつ殴られ、殴りそうで殴れない。こいつ殴るぞお前、俺ゼータだぞ。はい、窓飛び越え伏せピーク。はい、これ強すぎ。え、なんかアザミ壊されてない？あ、理解ないか、これ知らんか。これ強いんだけどな。いや、ブロンズシルバーの人もね、なんかアメーバみたいな人たちもね、いや僕たちもこの技やるアーティスプレイついてなかった、あー、マウス接続してなかったっていうブロンズシルバーの人もやってみてください。アメーバの方々も、あのやっぱねブロンズシルバーまだメタモンなんで、どんどんねこう強い人たちの技をモノマネしてどんどん人の形になってください。あのね、みんなそうやってねどんどん人の形していくんですよ。俺もだから一歩一歩一歩ね、あのオタクの顔に近づきました強い技真似たんで今日も俺もね、あ、なんか倒しちゃった。俺もいつまで経ってもね、ゼータデビジョンが元プロゲーマーがっつってね、人のモノマネしないような愚かなやつじゃねえんだよ。みんなね、この動画からね、見て取れるのはね、何がすごいか、この技すごーいじゃないんですよ。メルトンさんがいつまでも進化し続けてるということなんですよ。やっぱね、人の強さってね、素直さなんです。素直さ。あと、こういうところをワンウェイつける。ちょっとこれマジ見てて、めっちゃ考えてきたやつ、これ。横につなげるやつ、これオリジナル。これはガチオリジナル。パクリから派生したオリジナル。ほら。これ横つなげるとワンウェイ作れる。で、これ向こう側から見ると、ほら、近づかないと殴りでしか壊せないし、これ爆発物強制的に使わせるやつ。で、俺らはこういうとこ補強して一方的に殴れる。これマジ強くない？いや、俺これね、画期的な技を見つけてしまった。ほら、一方的に打てる、こっちから。めちゃめちゃ強くない？これ。いや、ぜひやってほしい。これね、ちょっとね、ちゃんと考えてきた。これね、パクリからオリジナルを作って、俺は進化した。これマジ強いからね。やっぱね、みんな素直さって大事だよ、ゲームでも。なんかいない周りにプライド高いやつで、こうお友達にさ、プラチナエメラルド帯ぐらいのなんかプライド高いお友達、なんか強さがそこそこだけどトップレベルではない、なんか生きった友達いない？周りに。俺はいますよいやいや、そこ、いや、ピーク戦か。いや、マジか。いや、これ普通はピークするとこだから、いや、そりゃ見た方がいいよ、その窓。いや、そこピーク戦かとかって、なんかこうチクチクアドバイスして、なんかちょっと上手いんだよな、そういうやつって。ちょっと上手いけど、なんかイキった注意してくる。いやいや、そこピークしないのよくねえわ。いや、これね、エイム置いとくべきだよお前タカシ。え、ごめんごめん、ユータみたいな感じの会話してません？なんか微妙にいない、なんかそういうじゃ微妙にちょっとプライド高い友達。やっぱね、
そういうやつってね、毎回ね、こうよくいるのがね、なんかやっぱそこそこ止まりだよね、強さが。だそのそこそこ止まりなのって、あの素直さがないんだよな、そういうやつって。やっぱね、素直になるべき。素直になるか、悪どい、あこいつの動画、あこいつの技パクったら俺動画にしてお金に連金しちゃうんよーんっていう、そういうズーズーしいやつが強くなるか、普通にへーこの技めっちゃ強いじゃん、俺この技真似する、素直にやるかなんだよ。で一番ダメなパターンは、いやいやいやこれキモすぎだろこのゲーム、いやこんなやつ見つからないと勝ってないとかゴミだろこいつ死ねえってやって、技を真似しないやつは一生弱い。え、なんかそこ死んでね、ほら穴開いちゃうからちょっとカバしよう。この部屋守ってくれてる人がいたから俺らは維持できたのに。来たな、やっぱ。あっ終わっちゃったあっ終わっちゃった。ちゃんと俺視野が5000あるからね、味方がどの部屋いなくなったかちゃんと把握してるからね、偉い。やっぱみんなね、素直さはね本当に強い。あの現実でもゲームでも素直さというのは強みになるぞ。これ恋愛でも一緒だ、素直だとめちゃめちゃ強いんだから。やっぱいつまでたってもプライド高くて、いや別に俺ボキ、うん、君のこといや好きじゃないし、いや別に好きじゃない、好き好きだけどいやいやいや好きじゃないしって言ってたら、え何この人キモいわ、しかもなんか風呂入ってないかもみたいな、臭いみたいな、雑巾臭いわちゃんと、え洗濯これ部屋干しの人だ、臭いみたいな感じでなんか思われたりねすると思うんですけど、あの素直な人って、あ俺お前のことチュキって言うと、あ私この人私のこと好きなの、ああってなるから、おガチだよ、あのモテます。これ直球で言ったら思いは伝わるんで、やっぱ素直にそうやってね、こう素直な気持ちってやっぱ強いんですよね、恋愛でも、恋愛でもゲームでも強いんですよ。で今攻撃がなんか来てる、ちょっと火力やばすぎお前、あーやだやだやだ、俺ちょっとやりたいことがあんのに。なんでカピタをやってるかって、これマジ意味があって、攻撃側でもワンウェイができるんですよ、ワンウェイウェイワンウェイができるんですよこれ、あのマジできる。やっぱアサミだけ使ってるとね、なんだよお前結局でもこれパクリでしょ、いやお金に連金して楽しいでちくーって煽られちゃうんで、俺が本物を持ってきました、本物、攻撃側でもワンウェイができるようなやつをやります。ちょっと前の動画でやったことあるんだけど、これ結構ねおもろいよ、強ポチにワンウェイするやつ、これおもろい、こういうところ敵隠れてるところワンウェイ、ほら一方的にこっち見える、はいはい味方カバーはうんちしちゃった方かな、何したかな、トイレ行っちゃった急に、どうした頑張れ、オッケー、あナイス、あ本当にトイレしてる、ナイス敵、おい敵がトイレしてたって、いやナイスやねこれ、いやこのワンウェイはねマジ強いからやってみ、強ポジ2の上にスモーク焚いてみ、これ実はねいろんなとこでワンウェイがつくんですよ、これアザミのワンウェイ、これめちゃめちゃ強いですよ。あのねなんだっけ、これつけれる対象としてこれ割と注意点なのが、一旦つけようとしてるところに銃撃った方がいい。例えばこういうとこがつけれそうってなるけど、ほら崩れちゃうじゃん、こういうとこがつかないんだけど、撃って火花散ったりしたらこれつけられるんだよ。である程度の高さ、これ割と下の方に置くんでね、これめっちゃ強いよ、これつけると向こうからワンウェイなんですよ。これこっから見んだよ、こっから浅く見んだよ、浅く、こうやってエントリーしてるやつを殺すやつだじゃなくて、進行してきたやつを殺すアザミ、そうここら辺のやつを殺す、ここら辺のやつをこうやって殺すんだ、これねマジ強いよ、ちょっとこれやるわ。まあでもね、素直さってなんていうの、恋愛でも強いんだ、でもいやでも絶対イケメンに限るやつだと思ってるやつはね、もうそれはしょうがない、私のこと好きなんだでも顔がなって言われたらもう泣くしかない、あーいあーいあーって泣くしかないあーって泣くしかないけど、あもうそれなんかやっぱり、ね、外見をなんか見てねこう判断したやつはもうカスばっかなんで、カスばっかりなんで気にしないでね、うん、だから顔がなって言われたら、うるせえこれ見えやつ、じゃあ好きじゃねえよつって、あの突き放してください、適当に、もうそこから二度と連絡するんだ。だ素直さはでも重要だぞ、ゲームでも最強だ、ちなみにここへ、ほらワンウェイ、ほらもうアザミ怖くなってる、いやいや見えない見えない、何それキモすぎ、いやボキはそんなことやんなくても勝てるかと、絶対相手言ってるからな、よし爆発物、ガレージカメラ撮られてる、オッケー爆発物1個使わせたわ、危ない危ない危ない、そうこうやってね、ゾフィアって爆発物2個しかないじゃん、貴
重な爆発物をあれ1個使わせるともう2個使ってるから、あいつもうガジェットないんだよ。ほらやばくない？でここでもう一回ワインするの。だから二度とゾフィア進行できない。ちょっと待ってね、これゾフィアを進行させたかったけどもピークするしかないじゃん動画のために。でもこれあれでもワンウェイのやつ見とけいいから言ったよね。ワンウェイのとこ見とけいいって言ったよね。なんで見ちゃったのかな動画のために。まあ映えるキルをしようとしちゃったのかなメルトンさん。はい、ということで皆さんこれ真面目に強いでしょ。だから皆さんこれは真似してくださいということで、メルトンでした。バイバイ。